住宅などが立ち並ぶ菊池市志津井町。かつて陸軍の菊池飛行場があったことから、至る所に戦争の痕跡が残されています。壁に見えてるのが弾の跡です。で、鉄板に穴が開いてるのもあれも銃の跡です。町を歩きながら戦争遺跡をめぐるフットパスは、菊池飛行場の戦争遺産を未来に伝える会が去年から取り組んでいるものです。この日は県内各地から参加したおよそ20人が、飛行場で使用したガソリンの貯蔵庫や給水塔などを見学。戦後78年を迎えた今も残る生々しい銃弾の跡にも触れました。今日深さはどうですか？結構深い。戦争は怖いことだから、決して知ってほしくないです。もともと歩くのが趣味でですね、私たちも戦後なので、なかなかですね、体験したことがないっていうところもあって、平和のためにはですね、ぜひこういうのを忘れないようにしていきたいと思いますね。身近にあった戦争を知る大切な時間。フットバスには地元の人たちも参加していました。初めて見ましたね。日本は平和だけど、もう一日も早く戦争の当てるとこもうやめてほしいと本当に思いました。平和の大切さを改めて思いました。